はい、どうも、沢田信也です。はい、お久しぶりです。中野浦です。あ、久しぶりですね。最近1年ぶりぐらい。もっと、もっとですか。まあ、そんな久々に登場する中野浦さんと、はい、何を話すかっていう話なんですけど、はいはい、まあ、タイトルを見た通り、今回はですね、はあ、週刊少年ジャンプで連載している呪術廻戦についての話をしようか。いやーね、えらいもんまた行きますね。あのメールが来てたんですよ。おう、ひっそりと、あの狭さのサイトの方ではですね、あなたのおすすめ作品教えてくださいっていうメールフォームを設置してるんですけど。なるほど。まあ、いくつか投稿されているんですけど、全然紹介する機会がなくてね。はい。ちょっとまとめてどっかで紹介したいなと思ってるんですけど。なるほど。その中でですね、一通メールが来てまして、うん、ちょっと紹介させていただきたいと思うんですけど。はいはい。お名前の方が、はい、熟女忍者さん。まあ、この名前を付ける時点でどういうキャラクターなのかっていうのがよくわからないんですけど、まあ、熟女な忍者さんからですね、ちょっとメールが来てまして。なるほど、はい。こんにちは。毎回楽しく聞かせていただいています。もし可能であれば、狭さで呪術廻戦を取り上げていただけませんか。長年のジャンプっ子である沢田さんの感想を聞かせていただきたいですと。メジャーな作品で申し訳ありませんというメールが来ててね。ああ、最近ですか。いや、このメールが来てたのは結構前なんですけど、あ、その時点でも呪術廻戦人気でしたから。なるほど。まあ、最近あの狭さの更新頻度も低いんで、はいはい。リスナーさん離れをこう防ぐためにはメジャーな作品も扱っとかなあかんちゃうかなと思って。大丈夫かな。そういう意味でもう今超人気な呪術廻戦の話をしようかなと思ってるんですけどね。大丈夫かな。メジャーいかん方がいいと思うけどな。この熟女忍者さんのメールにもあるんですけど、メジャーな作品で申し訳ありませんって謝られてるんですけど、文章中で。別に謝られる必要なんかなくて、別に狭さはマイノリティな作品を取り扱う番組でもないんですよ、別に。まあまあまあ、そうよ。うん、そうなんですけどね。はい。狭く浅くがモットーですから。そう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 。なんかメジャーな漫画になると、特にメジャーになりすぎるとですね、うん。世の中の多くの人がいろんな感想を言うから、はあはあ、特に俺何も言わんでええやんっていう気持ちになるから、あんまりメジャーなものを作品を取り上げてないだけで、お別にメジャーな漫画は取り上げませんっていうルールを決めてるわけではないんですよ。まあそれはもちろん。多くのリスナーさんに聞いていただくためには、やっぱメジャーなタイトルをバンって出した方が、お、なるほど。今話題の呪術廻戦の話をするんだねっていう気持ちで、まあ聞きに来てくれるのかなと思っての今回なんですけどね。はい。まあ、ただまあ、呪術廻戦の話をするからといって、皆さんが聞きたい呪術廻戦の話が今からするかどうかっていうのは別の話なんでね。もしかしたらファンは怒るかもしれないっていう可能性があるからね。あ、そうなんですか？いや、そういう話をしようと思ってるんですか？いやいや、まあいいや、はい。呪術廻戦の話何話すねんって話なんですけど。ええー。なんかありますか？中野浦さんの方から。いや、僕はね、まあ、大きく二つあるんですけど、まあ、一個は、うん、この世の中の流れってキモいなっていうのが一個あって。この世の中の流れ？そのさっき言ってた鬼滅からの呪術廻戦っていう流れがね、なんかすごく気持ち悪くて、世間の流れが、うん。で、俺はなんか見たときに、え、そうかって思ってたのよね。その呪術廻戦の漫画を読んだときに。どういう？要は、同じでもないし、ポストってつく、のがなんか、同じ流れってことはさ、なんていうかな、見ている人が両方にこう、映っていくわけじゃん。まあまあまあ、単純に言うと世間的にはその鬼滅ブームがあって、その鬼滅ブームが、まあちょっとおとなしくなり始めた時に、じゃあ次の鬼滅の枠にはまる作品は何でしょうみたいな話題になった時に、どこからともなくなんか呪術廻戦がポコッとそこにはまったなっていう感じがします。で、まあ僕も一緒ですよ。なんかそれって無理くりじゃないかって。なんかジャンプで人気のある漫画やからって。そう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 、そう、そんな思ったの。めっちゃなんか強気で押してんなと思ったけど、意外と世間はそれに乗っかったなっていう。そうなのよね。俺も元々会社でずっとジャンプを買って読んでるやつがいて、うん、まだ出社してる頃ね、今リモートになっちゃってるけど、出社してる頃に、で、次来るのはこれなんすわ、みたいな感じのこと言ってたのね、そいつが、うん。で、そうかって思ってて、で、世の中もそんなこと言ってて、で、まあ、アニメかってなったら、やっぱアニメで火つくんかな、とか思って見てたら、うちの子供がね、
直撃してて、うん、もう今完全に呪術回戦言うてんのよ。いや、うちの甥っ子みっ子もそうですよ。もともと鬼滅の時も俺最初子供が鬼滅のアニメ見たいって言い出した時、いやあれ結構俺漫画読んだけどぐらいからあんま面白くないよって言ってたんやけど、うん、まあでも漫画自体は割とちゃんとこう いろんな描き方、あの敵味方の描き方とか、いいなと思ったから、漫画も全部子供に見せたし、アニメも全部見せて、あ、確かにアニメの表現やったら全然これ子供に刺さるわとか思ってたりしてたのね。だから、すごい理解できたよなんていうか、鬼滅のなブームみたいなやつは、うん。で、それが、じゃあまた呪術持ってく、やっぱ子供たち言うんやけど、いや、これは鑑定って言ってたのね、これ。別に。人の死に方がもう全然、あの、なんかすぐ人死ぬし、とかって言ってたのよ。親の意見やな。で、嫁さんなんかから、いや別にさ、鬼滅だってバンバン人死んでんじゃんとか言われるんだけど、いや全然質が違うからとか俺は言ってたのに、うん、世の中の人たちは普通に同じに受け止めて、で、子供も普通にキャラ人気で、もう鬼滅じゃないや、呪術になってて、もう今、なんだったら今はもう、鬼滅は全然みたいなことになってるのよ。今ほら、まだ世の中的にグッズとかまだ出てんじゃん。で、ちょうど今 DVD が出たとか、あとブルーレイが出たとこやったからさ、あの、列車編のやつの。だ今またちょっとした、映像好きな人とかまた見出してるタイミングだけど、子供とかもう完全にそっちには脱してるのね。そうね、うちの一個目一個も今年のハロウィンの衣装をもう買うって言ったんですよ。はげ。なんか子供たちの中で今年は何の格好するって話がもう出てるんですって。で、そんな中で、その甥っ子、姪っ子たちは、まあ、甥っ子はもう、小学校の高学年やから、そうでもないけど、その下の方の子は、鬼滅の刃の、なんかのキャラクターの衣装、みたいな、根津子やったかなんか知らへんけど、そんなんが欲しいとか言ってたんですけど、そんなんが欲しいって言ってたから買ったのに、もう飽きてるんですね。もう呪術回戦に移行してるんですよ、なんか。ああ、それぐらいまあ子供の中でも、はい、まあ意外と、まあブームの移り変わりっていうのはスムーズにいってんなっていうのがあったんですけど、うん、まあでも中野浦さんが言う、その、俺は奥さんの話、奥さんの意見と一緒で別にええやんと思うんですよ、子供に見せたところで。その、中野浦さんとか僕もそうなんですけど、変にフィクション作品に触れてきた経験値が長いから判断するんやけど、俺らが子供の頃かって、エグい漫画とかいっぱいあったからね。あ、そう。メタル系とかあったからね。メタル系覚えてませんか？メタル系。あれ、なんだっけ？なんかロボットの表面を硫酸のゼリーで、なんか包んで美少女の格好してるんですけど。美少女だったね。復讐のために戦って自分の体を溶かして敵に投げつけたら硫酸やから敵溶けるとかね、そんな戦い方をする漫画があって。何やったっけな、その同じ作者のもう一個違うやつを思い出しかけたんやけど忘れた。ゴッドなんやった。ゴッドサイダー。ゴッドサイダー。ゴッドサイダーやんな。はい、はい。そう。そうやんな。で、あと、当時あれですわ、今思い出しましたけど、ブラックエンジェルスとか、エゴがあったですよ。地獄に落ちろ言って、自転車のスポークを耳の穴から刺してましたから。うん、頭プスッと刺してたな。いや、別にね、なんか。まあそうか、あれもそうな、必殺仕事人とかがあったからあれやったんかな。で、あんなの見て、ギャラギャラ笑いながら僕らも見てましたから。別にその漫画の中での人の生き死にっていうのは、別にそんなになんか大した影響ないですって。そうか。いや、なんかね、あまりに理不尽っていうか、に感じたんだよね、俺は。その、呪術回戦の人の死に方がね。なんでかキャラクターの、なんか存在とまで言わないけど、もうちょっとなと思ったんやけど、まあでも。なんだろうね。いや、それ見て楽しいって思うっていうだけなんやけどね。いや、楽しいと思ってないでしょ、誰も。人が死ぬシーン見てギラギラギラって。そうか。頭がスコーンってなんかスライスされてるところでキャッキャッキャッキャ言ってたらそれやばいと思うんですけど、そこはそこで怖っと思いながら見てるでしょうよ。あ、そうかな。うん。まあやっぱりでも世間的なブームっていうのはその内容の作品の内容の本質ではない部分で盛り上がるからこそのブームであって、まあそうですね。で先にブームが来て盛り上がるから。どんな漫画かな、どんなアニメかなと思って見るだけの話やから、うん、でその見た後になんかグロいから見たくないみたいな、うんうん、人も当然いるでしょうし、ああまあね、なんでしたっけ、話したい話が二つあるって言って、一つがその世間的なブームの乗っかり方おかしいんじゃないかって話を今しましたけど、うん、もう一つは何なんですか？人の死に方が軽いかなっていう話をしたかったんで、うん。でもね、俺もその話もね、なんか呪術回戦に限らずなんですけど、
なんか作品中における人の死に方の扱いの話っていう人いっぱいおるけど、うん、どんなんがじゃあ理想なんですか？俺の中ではよ。俺の中では、やっぱりその、わざわざ描くってことは、うん、何か、本当なら意味を持ってほしいのよ、その子にね。その意味って何なんですか？意味が全くないよっていう理不尽な死に方も別にいいんやけど、うん、それってわざわざ描かなくてもよくないって思っちゃうわけ。描かなくてもよくない理由って何なんですか？描く必要がないかな。でも逆に言うと、人の死を描くのであるならば、それを読んでる読み手に何かを与えられるような意味のある死の描き方をしなあかんという意見になるでしょ？それで言うと。で、あってほしいと思ってるよ。それがなんでかなと思うんですよね。なんでかな？別に意味なく死んでもいいやんってこと？そうそう。だって、意味なく死ぬということ自体が意味じゃないのかと思うんですよね。表現としてはね。そういうパターンもあると思うけど、なんていうのかな？そういうのもあっていいとは思うんだけど、なんか俺、呪術廻戦の中ではね、それがスタンダードだなって思うのよ。俺は別に、その、フィクションの作品の中で、キャラクターの死がどういう風に描かれようが、それは別に表現自体としてはどうあってもいいと思うんですね。うん、僕は、中野原さんとちょっと軸が違ってて、うん、僕かって、その、フィクションの作品における人の死の扱いに対して、これどういうつもりやねんと思う時ってあるんですけど、うんうん、僕が思うのは、作者の性癖で人殺してるよなって思うときに、どうやねんと思うんですよ。その、たとえその作品の中で描かれてる死に意味があったとしても、あ、これ作者の性癖で人殺されてんなって思ったらどうやねんと思ってしまうんですよね。あ、意味があったとしても。そう。あ、で、これはもう僕の中の完全な主観と偏見でしかないんですけど、その、やっぱ人が死ぬということを美しいって思ってるクリエイターの人いるやろと思ってるんですよ。で、その美しさをどういうふうに表現するのかってなった時に、耽美的に人が死ぬのか、それとも全く物が壊れるように無機質に死んでいくのか、その違いはあれど、人の命が失われるという行為に、何かこう美しさとか、なんかのフェチを感じているクリエイター多いよなって僕は思ってて、呪術廻戦は特にそれを僕は感じるんですよね。なんか人死ぬの好きやろって思ってまうんですよ。好きで殺してるよねってめっちゃ思うんですよね。で、しかも、なんつうのかな、なんかもう言葉悪いですけど、歪んだ性癖みたいな感じで、自分自身で大事に育ててきたものを壊すっていうことに対する快感みたいなのなくないってめっちゃ思うんですよ。で、しかもそれにあんまり意味をつけないっていうことね。うん、意味というか、その行為自体が自分にとっての何かのカタルシスなんかなと思ってまうんですよね。で、かつそれが読み手にとったらショッキングにも映るわけやし、演出としてもまあ効果的じゃないですか、やっぱり。普通の漫画やったら死なへん漫画が死んだで、キャラが死んだで、みたいなものは、演出としても効果的やから、その演出に自分の性癖乗っけてるやろってめっちゃ思ってまうんですよね。ああ、うん、わかるから。その、でもそれって、そのさっき言った、その自分が大切に作ってきたキャラクターを壊す意外性みたいなやつの時に、そう、その、それに対して僕はなんか意味があれば、なんか救われる気がするのよ、そこに対して。でもそれすら、金繰り捨ててるわけじゃん。なんていうか。俺意外性のとこだけでやってると思えないんだけどな。だから意外性っていうか、まあ、少年漫画でパンチラを描く人っているじゃないですか。はは。別にエロい漫画でもないねんけども、はは。ちょいエロのシーンを挟みたい人っているじゃないですか。はは。あの感覚で人死んでるんやと思うんですよ。わかります？癖やから、癖。おー、なるほど。癖なんですよ。だから、意味とか意味がないとかではなくて、作者の癖として、そういう表現が好きなんやろなと思ってますよね。あー、なるほどなー。あ、今まで呪術廻戦の中で人が死んでいったシーンを全部パンチラに置き換えてくださいよ。ちょっと難しいけどさ。いや、でもね、分かった気がするのは、なんていうかな、僕の性格上、僕ほら、エリクサー病のタイプやからさ、うん、もったいないと感じる力が強い人間なのよ。うん。ということは、そのキャラクターを、その、安易に消してしまうってことで殺すって言うてみればさ、うんうん、そのカードが使えなくなることになるわけじゃん、この先のストーリー展開とかで。うん、だからそれにすごくもったいなさを勝手に感じちゃってるから、だったらそのせめて消すなりの意味
が、このキャラクターがここから先出てこなくなるのに、と引き換えしてぐらい考えたらいいのになって思ってしまってる。ああ、なるほど、なるほど。なんかその、人の心理とか感情の意味での意味っていうよりかは、うん、その、コストとかっていう意味に近い。そうそう。単純に俺の居心地の悪さは多分そっちだ。こんなにレベル上げてきたキャラクター急にいなくしやがってみたいな。もったいねっていうね。なるほどな。そういう意味でわかりますわ。なんで、もうちょっとほら、あるじゃん、使いようが、とか思うし、だからそこで逆にそれで消して、また新たなキャラ作るぐらいやったら、もうちょっとなんか活かしてこう繋げて伏線回収とかすりゃいいのにって思ってしまうのが結構強いから、割とこうバンバカバンバカキャラ出して消して出して消してって、やるのはあんま好きじゃないのね、そもそもが。でもそれはもうほんま僕が思うには作者の癖やと思うんですよね。なるほど。はあ、はあはあ、で、その作者の癖は、おそらく、なんか、公にも影響を受けてると公言してると思うんです。公言してるらしいんですけど、なんかすごいブリーチが好きなんですってね、この人ね。ああ、言ってたね、言ってた、言ってた。すごいブリーチに影響を受けたと。で、かつ、まあ、明らかにハンターハンター、トガシの影響を受けてるじゃないですか。ジャンプは全部好きみたいな感じで書いてあったような気がすると、どっかで。で特にその、人の死が軽く扱われるっていうのは、僕は絶対幽遊白書の影響やと思ってるんですよ。あ、なるほど。うん。悠々白書俺きっちり読んでないからな。読んでないですか？なんかね、僕当時ね、悠々白書読んでた時にも、すごいこう、なんか違和感を感じたのが、うん、当時のジャンプって、なんか、鬼滅でもなんかちょっと社会的になんか物申すみたいな人がなんか言ってましたけど、その人の死を美しく描くなと。人が死んだから僕頑張るとかね。ははは。なんかそういう描かれからどうかと思うみたいな。なんかちょっとニュアンスちゃうかもしれんけど、そんなこと言ってる人がいて。で、そんなん昔から言われてたでって俺めっちゃ思ってて、さっきも言ったけど、そのセイントセイヤにしても、その僕たちが中高生、小学生の頃に読んでたジャンプでも、なんかすごい人死んでたじゃないですか、ジャンプのキャラクターって。命燃やしてた。そうそうそう。なんかその、命、自分の命を引き換えに勝利を得るっていうのが、何かしらのこう、美意識みたいなところやっぱあったじゃないですか。頭から血を流しながら満身創痍で戦う命がけで手に入れた勝利、それが美しいみたいな描かれ方すごいしてたじゃないですか。でも、幽遊白書の後半、ほんまに潜水が出たあたりから、ちょっとなんか毛色変わってきたなっていうのがあって、その漫画というフィクションの中にもかかわらず、そこで出てくる人間には人生があって、そしてその人生がどんなものであったとしても、人が死ぬときはすぐ死ぬんだよ、みたいな、感性で描かれるエピソードが多くなったなと思って。ああ、なるほど。で、それが、ちょっと他の漫画とは、ちょっと、異質やったんですよ。当時の僕からすると。はあ、はあははあ、で、変に納得させられるとこもあったし、そうやんなって。それは漫画やねんから、いろんなキャラクターがあって、それぞれ特殊な能力をいっぱい持ってて、強そうなやつは最後まで生き残りそうやし、そうじゃないやつがだから先に死ぬ。逆に言うと、死にそうなやつってもう明らかに雑魚い見た目とかをしてたりするし、うんうん、なぜの、もう展開としてこいつ死ぬんやなっていうのがなんとなくわかるようなキャラ。はいはいはい。でも幽遊白書はそうじゃないみたいな。すごい重要そうなやつが急に死んだりするし、強そうなやつが負けたりする。あ、でもそれって人生そうだよね、みたいなメッセージ性が案に含まれたような描かれ方をしてるような感じがしてたんですよ。なるほど。で、それがハンターハンターですごい露骨になったじゃないですか。ああ、そうなんか。なんか、ハンターハンターに出てくるキャラクターって等しく平等でしょ？ああ、それはそうだね。うんうんうん。なんか、主人公やからといって安心できひんじゃないですか。主人公側のグループやからといって。そういう意味で、あくまで、その、トガシが作った架空のから世界の中で、リアルに生きてる人たちのドラマなんですよ、みたいな描かれ方を、よりするようになったじゃないですか。はいはいはい、ハンターハンターで。で、明らかにこの呪術廻戦の作者もその影響を受けてるよなって思うんですけど。なるほど。トガシほど架空の世界をきっちりと作ってないなと思うんですよ。あー、はいはい。その、人は等しく死ぬというところを自分の癖として消化して描いてるなっていう気がするんですよね。あー、なるほどな。だからこう、なんつうの、ちょっと意味合いが違うというか。なんかね、その、そこにほんのりブリーチ節が乗っかるんですよね、なんか。ブリーチ風味が乗っかるんですよ。おー、なるほど。だからよりなんて言うんかな。よりなんて言うんやろ。死が軽くなるというか。ブリーチはでも、その生き死にの話で言うと別にそんなに、こう、
軽いとか突然とかいう要素はないじゃん。ブリーチのいいところは、うん、まあいいところはなんかな。まあ、ブリーチのいいところは、うん、ブリーチの世界観ってほのかに生きてるんですよね、みんな。おーおーおー、なんか、社に構えてるというか、社に構えてるわけではないな。格好をつけてるというか、見栄を張ってるんですよ。ブリーチの世界観で全員、登場するキャラクター全員って。ああ、なるほど。なんか、強がりでもない。見栄を張る。歌舞伎の見栄を張るっていうの意味での見栄を張るね。はあはあ、強がりとかではなくて。はあはあ、こう、立ち方もスラッとしてたり、喋る言葉も簡潔で、なんかちょっと体言止めとか使ってみたり、はいはい、なんか、俯瞰的に見たセリフを論理的に話してみたりとか、はいはい、する、なんつうんすかな、この、スマートに生きてるぜ、俺、みたいな、感じの世界観じゃないですか。うんうんうん。でもなんかわかる。泥臭くは生きてないんですよ、みんな、ブリーチの世界のキャラクターは。そういう、なんかそういう、ちょっと洒落てる、カジュアルな、スマート加減が、富樫のそれとブレンドされてできたんが、呪術廻戦やと思うんですよね。だから、人の死が等しく平等やねんけど、なんかそれがカジュアルなんですよ。なるほどね。なんかちょっと分かった気がするわ。だからなんか、呪術廻戦の中で出てくるキャラクターが死んでいくときって、なんかちょっとおしゃれに死んでいくじゃないですか、なんか。俺すごいね、野原がやられたときにそれを思って、悪くない、だったっけ？そう。なんか真人にこう触れられてね。あ、これネタバレになりますけど。なんか、野原があーってなるときに、そこに行く過程の様が、なんかすごい、こう、なんて言うんやろな、表現、言葉が出てこへんな。おしゃれなんすよね、なんか。なるほど。おしゃれに死んでいくなって思って。なるほど。そう、なんかな、その、五条悟も封印されるときに、はあはあ、慌てないんですよ。ああ、はいはいはい。なんかね、伏黒もそうなんですよね。伏黒も、いよいよやばいなっていう時でも別に焦らへんし、なんかな、はい、受け入れるんですよ、なんか全員なんか。おー。で、その受け入れるっていうのが、覚悟じゃないんですよね、なんか、なんやろな。なんかほんのりとこう、ブレッシュ風味がなんか、かかって、なんかこうカジュアルになっていくんですよね、なんか。なるほど。それは僕はもう作者の癖やと思ってるんですよ。演出とかではなくて、作者の書きたい好きなことやと思うんですよね、それが。あー、でもそれはそうなんやろうね。私はこう表現したい、みたいな感じで書いてるように思うんですよね。はぁはぁはぁ。でもやっぱりあの漫画の世界、この漫画の世界の中で、やっぱりちょっと一つこう、卑怯な札を用意してるなっていうのが、ほう。なんでしたっけ、反転呪術かなんかでこう、復活させれる可能性っていうのを出してるじゃないですか。はいはいはい。なんやったら失った臓器も復活するかもみたいな感じの。はいはい。あれがなんか、こう、うまくこう、保険として効いてるから。ああ、なるほど。まあ、死んだキャラもどっかで復活させようと思ったらできひんことないんやろうなっていう。まあね、でもまあ、そういう意味ではそれをあんまりバン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 やってないところはまだ、マシなのかな。まあだから、なんか話が前後するというか、まあ僕の言いたかったこともなんかすごい、まあ、近しいところであるんやけれども、うん、なんかそういう、なんやろな、その、僕から見ると呪術廻戦は、すごい作者の癖を、露骨に反映してるような、うん、もう自分の好きいっぱい詰め込みましたっていう漫画に見えるんですよね。ああ、はあ。で、僕は漫画もそれで正解やと思うんですよ。いや、そうじゃないですか、それはね。で、やっぱりその、なんか映画とかゲームとかアニメとか、いろんなこう、フィクションの物語を表現する作品っていろんなジャンルがあるけど、うん、やっぱ僕昔から漫画が一番好きなんですよね。小学生の頃とかも自分でも書いてたし、うん、やっぱ漫画の最強なところって何かって言ったら、もう自分の勝手な世界を自分一人だけで作れるじゃないですか。そうなんだよね。個人作品だからね、基本的には漫画ってね。そう。映像系は大体やっぱどうしても人の手かかるから、こう集団作品になるけど、漫画は究極一人でやれるから、っていうかね、本当の漫画家って化け物やなって思うね。あんだけの話を考え、絵に描いて起こすのをこうコンスタントにやり続けてるって。いや、ほんまに。まあ、普通の人じゃないよね、やっぱりって思うと。どいつもこいつも化け物やなって思うけどね、本当。どんなに出てない人でも。やっぱ小説もね、自分の世界観を表現する媒体としては一人で完結できるんですけど、やっぱ漫画そこに絵が乗るから、より視覚的にもこう、情報伝達しやすいってところがあって、やっぱ漫画一番最強やなって僕は思ってるんですよ。確かに。
まあ、それこそね、世界観やら設定や何から全部一からこう考えてる人なんかもう、本当にそういう意味では神様なわけだからね。その作品におけるで何でもできちゃうっていう意味ではね。で、まあ、商業漫画になるとね、やっぱ、作品の質っていう意味で、アシスタントとか、いろんな多くの人の手が加わるようになるし、まあ、ね、まあ、売れる売れへんっていう話で編集とかも関わっていくようになるんでしょうけど、うん、基本はやっぱり作者の考えた世界を、これでもかっていうぐらい自分の好きを表現した結果、まあ、それで多くの人が何か喜んでくれたり、悲しんでくれたり、何か感じてもらえたら素晴らしいな、みたいなところで成り立ってる職業なわけやから、そういう意味で呪術廻戦は、もうこれでもかっていうぐらい自分の好きを詰め込んだ漫画やなって思うんですね。確かに。で、そこはすごい肯定できるところやなって思うんですよ。うん。面白い面白くないとか話の展開がどうのっていうところではなくて。まあ、それはそうね。なんかもうすごい好きに構築してるようなっていう。はいはい。で、それも僕、鬼滅の刃にもそれは感じたんですよね。はあ、はあはあ。で、そういう意味ではなんか最近のジャンプは、なんか昔と違って、出版社側に書かされてるわけではない感があって。ああ、なるほど。確かに。ただね、ただ逆に、やっぱ今の、その一番新しい話とかになってくると、呪術廻戦のね、ちょっと暴走してっちゃうかなっていう気はすごいしてて。暴走。話が、やっぱ、なんだ、まあ、まだ途中の話やからわからんけど、なんか、それこそ、呪術師側が平気で人を殺してるとか、まあ、ネタバレになるけど、とか、あとその、俺はこれは、良くも悪くもないけど、絵が崩れてきてるとか含めて、なんか、乙骨さんの絵ってちょっと変じゃない？なんか目の描き方っていうか、わざと崩してんのっていうぐらい、なんか、顔の輪郭とか下目の位置とか、変じゃない？で、あいつが出てくるときのマスの板取りの顔もなんか崩れてるんだよね、なんか。うん、なんかすごい、似なくていいところで富樫に似てるとこあるよね、とは最近思うよね。なんかラフ絵みたいなやつ出すよな、とかさ。そうそう、だから時間がないんで、ラフ絵だったら、まあまあ、しゃあないかなと思うのよ。例えば単行本のときには描き直すみたいなのってやったけど、下手すとちょっと味としてやってきてる。まあ、それもあるやろね。なんか表現としてやってます、みたいな。ああ。特に、そう、今新しいとこって、かなり崩れてきてて、逆にね、こう、人気が出て忙しいからだったら、まあ、仕方ないかな、とか思うけど、なんか、調子に乗ってるんやったら嫌やな、とか思ったりね。まあでも、調子に乗らせてあげてくださいよ。うん、やっぱ漫画描く人って陰気は多いと思うんですよね。あ、まあ、基本はね、孤独の作業でもあるしね、うん。で、やっぱり自分の中の、こうでやったら素敵やなっていう世界を、まあ、漫画という表現方法に落とし込む作業やと思ってるんですけど。なので、その、基本的に漫画家が描く作品っていうのは、その人の言ったら願望とか理想とか欲求みたいなのがそこに現れてるはずなんですよね。で、僕は、作者の方は陰キャやろうなと思ってるんですけど、うんうん、呪術廻戦の世界に出てくる登場人物は、陰キャが想像する陰キャにとって仲良しになれそうな陽キャのグループの話だと思ってるんですよ。なるほど。呪術廻戦出てくるキャラクターはね。なるほど。で、呪術廻戦の登場人物たちも決して陽キャっぽくはないんですよね。なんか、イタドリなんかも、あんなん現実世界におったら結構クラスでも人気者になれそうなんですけど、はいはいはい。意外とそこら辺の描写っていうのは少なくて、もうあの世界の中で、その呪術高専自体がもうマイノリティな存在やから、すごい登場人物全員がマイノリティ側の人間なんですよね。で、マイノリティ側の人間やねんけど、そのマイノリティであることに、すごいこう自虐することもなく、まあ、野原なんかもそうやけど、自分自身が好きで精一杯生きてる人たちみたいな、ちゃんと生きてる人たちみたいな、描かれ方をしてるから、なんかこの陰キャが想像するすごい理想の陽キャみたいな、そんな感じをするんですよ。なるほど。で、そんな世界観がもう大ヒットしてるわけじゃないですか、今、世の中。はいはい。はい、はい。そら、陰キャも調子乗るでしょうよ。ああ、そういうことか。乗らしてくださいよ、ちょっと。まあまあ、いやいや、いい。僕が作者やったら、調子乗らしてほしい。調子に乗ること自体は全然僕もいいんですけど、うん、それでなんだろうな、まあ、作品のクオリティって言うとすごくおこがましいけど、絵が崩れるとかを許してねっていうのとはちょっと違うなと思うんだけどな。それが俺の表現やから言ってほしい。いやー、なんていうかな、もともとそういう書き味の人とか、そういう、まあ、絵がうまくないとか、破天途上の人なら私も劣化するってどういうことって思うだけなんだよね。疲れてるんです。
だから疲れてんねんで休ませたれやって話。無理、無理すんな、ここ今が稼ぎ時やから休むこともなかなかできないんです。だから、そうすると、なんか燃え尽きるのも早くなるから、結果として最初の目で見た時どうなのって思うんだけど、大事に大事に育てていこうよって思うんだけどね、その周りの人もね。僕はその絵柄よりも、やっぱり、ちょっと話の展開的に、うん、その、自分の中の好きっていうのを漫画の中に落とし込む作業と、その落とし込んだ世界観を世の中のチャンネルに合わせる作業っていうのがあると思うんですよ、漫画って。で、自分の好きと世の中のチャンネルがあったらめっちゃ大ヒットすると思うんですよね。あーはーはーは、うんうん。で、僕は今、自分の中の好きが強すぎひんかと思ってるんですよ、今の作品の展開は。まあ、あの俺、死滅回遊だけはちょっと許せないんですよ。あー、あれなー。はいはい。うわ、ルール説明し始めたと思って。あれはちょっとなんか、らしく、この作品っぽくないよね。そうなんですよ。なんか、すごいハンターハンターみたいな感じになってきたぞと思って。あれはなんかやってる途中でうまく説明せないのにね、冒頭で全部説明する感じってなんかちょっと違和感あるし、それですぐ今そっちの話に行ってないじゃん。それこそ今。うわ、そうなんよね。横道に入ってるから。うん、あれなんなんと思って。なんやろうね、うん。だから、話を聞いたといくと、その、この、今横道行ってる話がその先の展開に必要な話なんやとは思うねんけど、それにしても、なんか俺下手すと、あのキャラ処理しに行ってんだじゃあかとも思えるのよね、今の展開って、最新の展開。もう、こういうことになったらこのキャラはこれで、はい、終わりです。みんなもそう思うでしょ、こんだけになっちゃったら、みたいなことに入ってないかとか思うんだけど、それはなんか本当最初に言ってたキャラの使い捨てに近いからすげえもったいないなって感じてしまうんだよね。なんかその、ハンターハンターとかでも、トガシもよくやるじゃないですか。その、ルールを先に説明して、そのルール化の条件化の中でキャラクターを戦わせるとか。でも、トガシは、ある種その本当にゲームを作るぐらいの、ロジックを最初に考えるわけじゃないですか。まあ、それにめっちゃ時間かけてるんだろうなとも思うしね。だってそのまま、姿勢のゲームでも出せそうなぐらいのクオリティまで高めてから漫画の落とし込んでいくわけでしょ、うんうんうん、そこまでしてないんやったらルール説明先にするのやばいでって思うんですよね。ああ思うわ。もう思いつきの方がまだうまく転がせるんちゃうって思う。でどうも漫画を読んでるとその五条悟のなんかあのなんだっけなんとか空条なんかあの無限がめっちゃいっぱいあるとかなんか、はいはいはい、あれの説明とかって結構適当な論理でなんか作ってるみたいじゃないですか。ああなんか、なんか作者の後書きとかそういうおまけ漫画を読んでると。数学的にはみたいな。そうだからそこまで 100% のロジックでおそらく作ってないわけでしょ。おお。なら思いつきだけでやるんやったら最初にルール説明したあかんと思って。後で自分の首絞めるでって思いましたけど。なんかね、僕ね、呪術廻戦は、ハッタリ漫画やと思ってるんですよね。ああ、はい、はいはい。ロジック漫画ではなくて、ハッタリ漫画やと思ってるんですよ。ああ、うんうんうん。だから、ハッタリでいいのに、なんか、ロジック風に見せたらあかんねって思うんですよ。確かにな。なんか、そう思いつきで考えた能力とか、なんか、すごい漫画的に映える能力とか、うんうんうん、展開的に面白いものを、後付けでハッタリとして理屈述べるのは、すごい僕は好きで、うんうんうん、納得がいくんですけど、うん、なんか今回のはちょっとちゃうなと思って、先にロジック言いやがったと思って。確かにな、もうちょっとなんか1、2戦してなんか分かってきたぞみたいな流れにするのは嫌だし、今からやりますよのところで言ってるからな、うん、ちょっとこれ、ね、後々響かなきゃいけないなと思って。何やったらそんなになんか理屈をのたべくっちまって、だくせにそれを一撃で粉砕するようなキャラでできてほしいな。そんなの関係ねえみたいな感じで。それやったら俺逆にすごい納得する。それ、まあ、そこを言ったら、それ意味あんのって話。ルール無用のキャラでできてほしい。すいませんって、なんかの気の迷いでこんな展開にしてもうたけど、はっと思い返して、やめやと思ったんでって。急になんか、わけのわからんキャラできて、全部終わるっていう。まあ、呪術廻戦は作者の好きを全部詰め込んだ漫画っていう話の軸で別の話をしたいんですけど。うん。僕はやっぱこの漫画のキャラクターが結構いいなと思ってて。うんうんうん。あの、完全に僕の考えた強いキャラ全員登場させましたみたいな感じなんですよ。おーおーおーおお。五条悟を筆頭に。ああ、まあ、五条はね、五条がわかる。
で、まあ、両面スクナもそうじゃないですか。ああ、まあ、スクナと、あと、藤黒の、当時の方か。そう。もう、藤黒の父ちゃんはもう完全そうやなと思って。あれはまあそうね。あれはでもまあそういう存在っていう。五条との対局のキャラ。あ、もうめっちゃ俺の考えた盾、究極の盾と矛の戦いみたいな感じやと思って。うん。あれはまあそういうことでいいと思うけどね。だってそれ以外は割と、なんていうか、穴だらけっていうか、やけどね、僕も見てて。別にまあ、ちょっと今ね、今最新までちょっと、ややこしい話に なってきてるけど。いや、でも、乙骨先輩も究極に強いよ。マキちゃん買って、なんか、結局、当時みたいになったし。あ、いや、そうそう、そっちね、そっちは、まあ、ちょっと今どうなんか、乙骨先輩、俺ね、なんだろうね、いまいち理解しきれてなくて、あのキャラが。周りの人がすげえすげえって言ってるけど、本人がすげえところがいまいち、まだ出てないかなって気がした。あの人は単純に呪力がむちゃくちゃ量多いっていうことと呪いがめっちゃ強いってだけでしょ？ことなんだ。あるの？うん、まあ、呪力、そうか。まあ、でも、要所要所ではやっぱ強いのか。確かに。なんか呪力だけの総量で言ったら五条先生を抜くみたいな発言どっかであったし。あったなぁ。でも、なんかその五条先生はその呪力を減らさないようにもしてるから、トータルでは五条先生の方が強いみたいな。うん。いろんな漫画から引っ張ってきたキャラクターをこう全部同じ場所に登場させてるオールスター戦みたいなのがね、僕は好きなんですよ。おー、はいはい。だからあの渋谷事変であのいろんなキャラクター入れ替わり立ち帰りのところでいろんなやつと戦うっていうあの下りはすごい好きやった。あー、はいはい。カモンのリットシの話ってなんか伏線あった？いや、ほぼほぼなかったんじゃない？なんか俺急に出てきた感があって、え、誰？と思って。まああの、ねえ、ゲットの中に入ってるっていうのはまあずっとあったけど、うん、あれがカモとシュノリだっていうのと、そいつといた通りのうんぬんっていうのは、あ、急に出てきたよな。まあちょっと前の頃にあったかなぐらいではあったけど。なんかそのイタドリがなんか強い、まあそもそもとして一般人としてフィジカルが強いっていう理由がずっと描かれてなかったじゃないですか。うんうんうん。あれが個人的にはすごい気持ち悪くって。確かに。なんか理由のない一般人の強さってすごい、なんかすごい気持ち悪いんですよ、読んでて。周りのやつ、しかも具体的な数字出してたじゃん、何秒とかさ。なんかしかも、なんか、それこそオリンピック。そうそう。なんとかってさ明らかにこう、一般人の人間が逸脱した強さを最初から持ってたじゃないですか、イタドリが。だすごい気持ち悪かったんやけど、一応それでなんか、あ、理由あるんやと思って、なんかその風に落ちたんはあったんやけど、めっちゃ唐突に出てきたなとか思って、え、何って。まあ、これからそれが語られるのかもしれへんけど、みんなあれはどう受け取ったんと思って。え、そんな話聞いてませんでしたけどっていう感じにすごいなったから、読んでて。ああ。あれがなんかこれからの話の引きになるよりかは、ハテナがめっちゃ浮かんでしまったから。なったけど、俺はそれで、なんだっけな、その、長宗がさ、すべてをさ、もう全面 OK になったじゃん、その弟も死んでんのに。それはいいって、後で説明してたけど、なんか、ついていけん感じはあったな、うん、そういう。なんか、ああいう何やろな。まあ、辻つま合わせようとしてないところあるよね、なんかこの漫画。うん、急に、なんか、急にそうなるんや、みたいな。だからそういう意味でも、勢いのままやねん。いや、そうやねん、そう。だから、やっぱりね、思いつきだけで行くべきなんですよ、この漫画。それで、そうそう、それ自体は別に悪くはないと思うね。うん。やっぱり僕たちが子供の頃に読んでた古き良き、うん、古き良きとはまた違うか。僕たちが子供の頃に読んでたジャンプなんて、すべての漫画が、その週面白ければいいだけで連載されてたじゃないですか。あと先考えずに。いや、ほんと、結構俺、前も言ったかもしんないけど、社会人になって、筋肉マンを知り合いが文庫で全巻買ってったのがあったから、うん、あ、懐かしい、ちょっと貸してよって言って貸してもらって読んだ時に、俺当時こんな話に湧いてたんやって、逆転した記憶があって、全然話は辻つま合ってねえやみたいなとこがあって。いや、ほんまだってあの時はその週しか読んでないからね、僕らは。筋肉マン今ジャンププラスでも読めるんですけど、今やってるやつね。今やってんの？今やってますよ、普通に。神々との戦いになってるんですよ、今、超人と。万太郎のやつ？万太郎ではなくて。万太郎じゃん。プレイの方の筋肉マンの続きが、今普通にやってて。それ、時代的には何？万太郎より前に戻ってるわけ？時代。前やと思う。
あ、そうなんや、ね。あの、普通に筋肉マンの最終回があった後の話やから、普通に単行本も連番で出てんねん、あれから。え、嘘嘘ほんま。なんか筋肉マンのあの、連番で出てた。最新巻56巻とかやったっけ、なんか忘れたけど。えらいことすんな。マジかよ。最近の筋肉マンの方がめっちゃ話に辻褄合ってんで、なんか。もっと。今の方が面白いもん、俺読んでて。さすがに成長している、ゆで卵先生。え、ゆで卵先生ってさ、うん。二人組だったじゃん。うん。あれ、今もな。今もそうでしょう。今も変わらず仲いいの、うん、いや、仲いいかどうか知らん。ていうか、ちゃんとコンビ込めてやれてんの。それ奇跡的じゃない、うん、すごくないそれ。なんか、今の筋肉マンの方が面白いですよ。おえー。まあ、なんやろ。熟女忍者さんが望んでた会話はこんなんやったんかな。いやー、どうかな。どうかな。なんか呪術廻戦の話をしてるようでしてないような感じの話でしたけど。うんうんうん。そうね。まあまあでも狭さで話すということはこういう話になるということですね。大丈夫かしら。まあちょっと先は気になる漫画であるので。そうなのよね。まあ、とはいえもやっぱジャンプの漫画はね、ちょっと毎週毎週追っかけられないんですよね。ほんと。あの、まとめて読まんとおじさんやからもう話わからへんくなるし。ああ、それはそう、ね。そう。だからまた、頃合いを見てまたどっかでまとめて読もうかなと思うんですけど。単行本をな、未だにやっぱね、自分の手元に置きたいと思ってないからな、子供が借りてんのよ。まあ、でもたまにはジャンプ漫画を語るのもいいっすね。なんか、ありますか？他にジャンプ漫画。最近は僕も前、さっき言ったように、そのゼブラックでね、あの、ジャンプに触れてなかった頃の漫画を結構読み返してるんですけど、やっぱジャンプ漫画おもろいなっていう。ジャンプ漫画か。ジャンプ漫画、どれがジャンプ漫画かよく分かってへん状態やからな。今俺、ゼブラックで、ナルトを今更読んでるんですよ。出たーって、俺実はナルトちゃんと読んでない人、ね。俺も。ブリーチは一応前回ちゃんと読んでたんやけど、ナルトはよく理解してないから。だからそう、ナルトもほら、体の中にキュービの、キュービ？うん。キュービでやってる、うん、の力を、こう、封じ込めてる的な話なわけじゃん、うん、うん。だから、このイタドリも最初そうやからさ、うん、なんかやっぱこういういろんな要素を集めたかなって思っちゃったりするんだけど、多分ものは全然違うんだろうなとは思うんやけど、うん、多分ナルトとは。まあでもジャンプ漫画なんて基本的にその自分の中の潜在能力をいかにして開花させるかっていう話じゃないですか。うん、でその表現方法が忍術なのか魔法なのか格闘技なのか呪術なのかっていうだけの話で、うん、まあ、基本は一緒でしょ、根っこの部分は。なるほどね。やっぱり少年漫画として、君の中の可能性を信じろよっていう話でしょ？まあ、あとやっぱ、主人公ならではの特殊な事情要素が何かしら必要なのかなと思うけど。まあ、よくね、ジャンプ漫画は、友情努力勝利とか言うけど、友情血筋勝利やろみたいな感じでこう、揶揄される時も ありましたけどね。血筋か。なるほど、ね。結局、主人公、なんかの血筋やんけって、血統がええからやんけ、みたいなね。あー、しかも後の方になって出てくるタイプね。うん、まあまあ、でもメッセージとしては、もうあなたの中にも、何か他の人にはない、特別な何かがあるかもしれないから、その可能性を信じようねっていうことでしょ？少年に対して。なるほど。将来絶望しか感じない気がするけど大丈夫。そこは修行をしなさいよっていう話だね。あ、そうか。修行で、だからほら、最近の人別にそこは読まへんじゃん。そう、自分にかかる負荷は基本的にスルーして、そうじゃないところしか見えへんからさ。そんな、そういう修行して強く、あ、でもさ、ごめん、話ちょっと飛んじゃうけど、その最近修行のシーンってさ、薄くなってねって俺思うんだけど、なことないかな。まあ、なんか、鬼滅の刃の一巻を見たときに、うん、一応最初の方で修行するじゃん。まあ一応意志悪修行してましたからね。あれ、めっちゃでも、はしょって言ったらめっちゃ早くない？修行のシーンっていうか、なんか。まあでも俺、修行のシーンって俺、子供の頃から退屈やったで。まあ、っていうことだからいいのかな、うん、俺、だってほんまドラゴンボールとか幽遊白書とか、はい、終わりやと思ったもん、修行のシーン。でも、結局さ、そこってさ、一朝一夕には手に入れられないんだよってこと言いたいわけじゃん。いや、でも俺、子供の時にそのメッセージ感じひんかったけどな。別にあれで自分努力しようとか思わへんかったしさ。そうか。なんか、単なる、なんか、先延ばしというか、
丸びしてる感しかなかったからさ。ああ、じゃあ、あんなもんでいいんだ。俺、鬼滅は早いなと思ったけど。全然あれでいいですよ、僕は。なるほど。そうか。最近読んだのは何やろな。その黒子のバスケ、直撃の相馬、あとブリーチも最近前回読んだな。最後の方知らんかったから。最後の方知らんかったからさ、最近読んでさ、え、そんなことなってたんやと思って最後。あの、あれなんだっけ、親父のやつが出てくるやつ、ブリーチのあの最後のラスボスもさ、あの、ほんま、あの、中学生の考えた、俺の考えた強い能力みたいな感じやったよな、最後。うん。何やったっけ、出した瞬間全部決まる技みたいな。先読みじゃないな。なんかね、よくわかんない。未来が確定する能力みたいな感じで。すげえと思って。全然刺さんのがねえな。え、昔のでもいいけど、ヒカルの語とかも全然覚えてない。ああ、懐かしいな。あと、最近やったあの、テニスのおじさんも最近読んでるで。うわ、出た全然ブームの頃とか全然読んでなかったからさ。黒子のバスケ俺一通り読んだはず。多分、話してでも思い出すレベルではあると思うけど。なるほどね。え、ちなみにこれも収録アウト状態でいいの？え、終わってないよ。終わってない。一応最後、締めの言葉だけを言わなければ。はい、そんな感じでね、終わりましょう。はい。久々に中野浦さんが登場していただきましたけど。久々にしては重い題材やったな。そうですか。大丈夫か、これ。はい。まあまあね、呪術廻戦人気漫画ですけど。はい。まあ皆さんが聞きたい話ができたかどうかはわかりませんけれども、まあ我々の言いたいことは言えたかなと思います。そう。結構、先気になって読んでる漫画ではあるんですよ。ほな、終わります。はい、お送りしたのは沢田信也と中野でした。それでは皆さん、また次回さよなら。さよなら。